初挑戦の初心者でも貯金ゼロから1000万円作り上げることができています。はい、どうもバイナリー投資塾の陽介です。今回はたった1000円で十分、バイナリーオプションの初心者が15分で30万円、マーチンなしで誰でも即稼げるチート集を解説していきます。今や YouTube も含め SNS 上ではいろんな仕様がありますが、それがゆえにどの仕様を使えば稼げるのかわからないという方も多いんじゃないかなと思います。そこで即収益が上がり、たったの10分の解説で習得できる仕様を公開します。視覚的にすぐに判断できるインジケーターを使っていくので、今までエントリーポイントを探すのが難しい、エントリータイミングがなかなかつかめないっていう方でも簡単に稼ぎ出すことが可能となります。で、動画の内容をしっかりと理解してから使ってもらうために、最後まで見てくれた方のみが知ることができる情報、超有料級の情報もね、用意してますので、必ず飛ばし見せずに見るようにしてください。それではね、早速解説をしていきます。本編スタート。その前に、僕の LINE で追加された方限定で月収100万円稼ぐための完全攻略マニュアルを無料でプレゼントいたします。これを受け取るだけでバイナリー初心者だろうが稼げるようになること間違いありません。この機会に必ず入手してください。さて、今回は手法の解説を入っていきたいなと思います。初心者でもね、素人でも簡単に習得できる仕様なので、この機会にね、ぜひ手に取ってみてください。じゃあ今回こうお話していく内容なんですけども、インジケーターの挿入方法と特性の部分ですね、この辺をしっかりと解説していき、エントリー条件と実践のトレード、こちらもね、すべてお見せします。で、条件って本当に簡単なので、実際のねトレードをこう見ながら条件解説もしていくんですけども、普通にねやっていくよりかはおすすめの通貨ペアとかで進めていった方がいいので、そういった部分、あとはこう勝率をね高く保つための秘訣、必勝ポイントですね、こういった部分もお伝えしていきますので、必ず最後までしっかりと見るようにしてください。したら早速ねちょっとやるんですけども、今 MT4 ね開いていただいて、ここ M1 と選択がされています。つまり1分足推奨のものとなります。なんで最初ね、こうデフォルトだと H1 となってると思うんですけど、 M1 に変更するようにしてください。したらもうすでにねインジケーター挿入されてるんですけども、改めてちょっと解説をしていきます。まずこちらの挿入、インジケーターのオシレーターの中にありますこちらストキャティクスオシレーターですね、こちらを選択するようにしてください。そうするとね、こういった設定画面が表示されます。今回モザイクねかけてるんですけども、理由としてはやっぱ動画をねしっかり最後まで見てほしい、大事なポイントをね抜かしちゃって資金じゃ溶かしちゃったっていうのはものすごくもったいないので、きちんとね最後まで見てくれた方には入手がねできるような内容になってるので、くれぐれも正しい設定数値で進めるようにしてください。じゃあそれができましたら OK ボタンを押していきましょう。そうするとこういった形でねインジケーターが挿入されます。で、ストキャスって一定期間の高値と安値を活用して買われすぎなのか売られすぎなのか、こういった部分を判断します。現状の価格が一定期間の高値および安値と比較してどの位置にあるかで算出されます。で、ストキャスに似ている RSI っていうのは買いゾーンだったり売りゾーンっていうのでね判断するんですけど、ストキャティクスっていうのは2本の線を用いて明確に売買シグナルが出てくるので相対的に判断しやすいテクニカル仕様とも言えるんです。どういったポイントでねエントリーするかっていうのはこの後解説していくので、くれぐれもねこう見落としのないようにしてください。それではねエントリー条件を解説していきます。はい、そしたらそろそろねちょっと条件一致するんじゃないかなというところで待機してるんですけども、ちょっとねストキャスにねこう交わってる部分がちょっと上の方にあるんでね、こう期待値はねめちゃくちゃ高いわけではないんですけども、一致したらねちょっと1本仕掛けてみたいなと思います。はい、そしたら10枚で、ね、今半エントリー1本だけ書きました。で、なんでねじゃあこういったポイントでエントリーをしたのかっていう、こう条件の方なんですけども、まずこう前足を見ていただいて陰線であること、こうクロスした前ですね、そこが陰線であること。で、現在足、いわばストキャスがねちょうどクロスしたそのローソク足は陽線であること、いいですか、陰線陽線と来てるこの順番はね絶対に守るようにしてください。その上でアウトサイドバーであること、簡単に言うとね
前足に比べてこう現在足が高値安値を超えている状態、まあ、あの包んでいる状態ですね、包み足とかって言ったりもしますけども、まあ、その状態ですね、それを確認してください。で、まあ、根本ね、こうメイン線が周波線の下から上に向かってゴールデンクロス、まあ、クロスの、ね、確認が取れて、あの次の足でエントリーができるといった方法になります。まあ、動きながらなんでね、ちょっと難しく見えるんですけども、あのまあ条件自体はね、めちゃくちゃ簡単となります。で、まあ一応ね、こうしっかり要線が形成されているので、まあ、10万円エントリーでしたが9万円の利益の獲得となります。ではここでおすすめの通貨ペアをお伝えしていきます。まあ、投資をしていく上で有利にこう持っていける状況っていうのは極力作った方がいいです。まあ、これからお伝えするおすすめ通貨ペア、これも一つですし、じゃあ時間帯だったりとか、じゃあどういった相場でエントリーするべきなのか、こういったのが分かってるだけでだいぶ自信を持ってエントリーができます。まあ、自信があるないでね、全部が全部結果に反映されるわけじゃないですけども、まあ、勝てないと思ってねやってるものが、まあ、勝てるっていうのはほぼほぼやっぱない。ちゃんとこう自信を持ったエントリーってね結果に反映されますので、これからねお伝えするおすすめの通貨ペア、これしっかり聞いておいてください。まず1つ目、 AUDJPY、 そして2つ目、 NZDJPY、 3つ目、最後ですね、 EURJPY。 これらのね3つの通貨ペア意識するようにしてください。まあ、お伝えした順番にね期待値変わるんですけども、これらの通貨ペアね意識するだけでだいぶ勝率は高まります。かなり堅実ねやっていけるんですけども、さらに資金を溶かしたくないとか、もっと堅実にやっていきたいよって方はこの後紹介していくので、しっかりと吸収していってください。その前にちょっとねローエントリー条件をやっていきましょう。はい、そしたらまあちょっとローエントリーでね待機してるんですけども、結構いいポイントたので、これはねかなり期待値高いです。結構期待できますね。まあちょっと一致したらね一本仕掛けます。うん、まあ、ちょっと早い気もしますが、まあ条件値ね確認取れたので、あの10万円で今ローエントリー1本目かけました。でまず根本ね、こう前足を見てもらって陽線であること、現在足が陰線であること、まあこうまあ、言っちゃえばデッドクロス、ストキャスがデッドクロスした時に、あのまあその現在足はもちろん陰線なんですけど、その前に陽線は必ず来てることなんですよ。陽線陰線でじゃあストキャスのクロスと、でさらにアウトサイドバーであること、これも条件に加えていきます。まあ、あの前足のね陽線に対してこう現在足の陰線が安値高値どっちも更新してるよと、進んでるよっていうのがこうしっかりとね確認取れたら、次の足でこうローエントリーとなります。まあ、アウトサイドバーはね基本的にこうヒゲももちろん含めてね進んでる状態を指します。そうするとね、まあ、10万円で今エントリーしましたが、しっかりね勝つことができているので9万円ですね、利益の獲得となります。で、まあ、この後ねちょっとまあこう必勝ポイントも紹介していくので、しっかりと聞いておいてください。ではここでワンポイントアドバイスをお伝えしていきます。基本的にまあここまでねこう解説してきて、条件とかってめちゃくちゃ簡単だったかなと思います。結局クロスするポイントに意識するだけじゃんと、まあ、もちろんねメインチャート見て、じゃあローソク足がちゃんとこう、まあ、順番通りにね、マハンエントリーであれば陰線陽線とちゃんとね順番通りこう形成されてるのか、まあ、アウトサイドバーであるのかとか、まあ、そういった部分もね意識しながらこうやっていくんですけども、もっとこう期待値をね高めた状態でやるんだったら、クロスする位置に注目してください。まあ、基本的にストキャスっていうのがね、まあ、オシレーターなので、売られすぎ買われすぎ、まあこう取引量をね見てくれるんですけども、結局売られすぎの部分でこう、まあ、反発にねなりやすいっていうのもあるので、そういったのがねこうストキャスだと本当可視化されてるので、ものすごく分かりやすいんです。なので半エントリーの際っていうのは、まあ、例えばこう真ん中とかにね、まあ、引いても別にいいんですけど、こうやってこう真ん中をね軸にして考えた時に、半エントリー時はなるべく下の方にあるのが望ましいです。結局売られすぎのポイントで買われすぎっていうところでね、こうやってクロスしてるので、ここはさらに条件一致してるよってなれば、めちゃくちゃ根拠としては強いです。もうなんなら1000エントリーをね通常やってるんだったら2300で上げてもいいっていうレベルなんですね。そのぐらいこう期待値がね高いポイントになるので、まあ別に慣れてからでね構いませんので、ちょっと取り入れてほしいなと思います。まあローエントリーだったらこのぐらいのね位置で、じゃあクロスしてなおかつ条件一致してたらね、かなりいいポイントでエントリーできますので、
まあ、こういった部分もねしっかりとこう覚えて帰ってください。それではね最後に今回活用してきたストキャスの設定数値ですね、まあ、大事な部分です。結果出る出ないっていうのにね一番直結するこの設定数値のねプレゼント、まあ、受け取り方をお伝えしていきます。条件はね全部で3つ設けてます。1つ目が僕のチャンネル登録をすることで、この動画にいいねを押すことですね。で2つ目が LINE でキーワードの送信、まあ、LINE ね追加してない方はちょっと追加してほしいんですけども、 LINE の方でキーワードシクラメンと送ってきてください。でシクラメンってね送ってくる際はこれのみで大丈夫です。まあ今回で言うと5文字ですね。シクラメンのみと5文字だけ送るようにしてください。最後それらがやってやることがこれスクリーンショットもしくは写真も添えて送ってきてください。そうするとね僕も情報すごく渡しやすくなりますし、もっとねこういった情報をこうどんどん発信していきたいと思っているので、これらの条件は全て満たすようにしてください。それでは今回はこのあたりで以上となります。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。